じゃあまず1対1、はい、ね、ボール出してで出たらあそこ の, コーンとコーンの間を、抜けた方が勝ち、うん、で球際の部分ね、激しくインテンシティ高めにね、もう本番近いんでやっていきましょう。はい、まあ、世界と戦っていく上ではね、結局最後のこのところなんで1対1の部分なんでね、まあ、そこら辺、しっかりとね、もう叩き込んで、体に叩き込んで、こんなんじゃね、世界で勝てないぞっていう、ね、やっていくんで、ね、僕も参加するんでね、もう現実をね、選手たちにね、お前ら雑魚だぞっていう、大したことねえぞっていう現実をね、本番前に見せて、今一度ね、気を引き締めさせて、やっていきます。じゃあ行きましょう。1本目ね、竹バーサス中、よし、竹下よ、おめえは、まあ、な、スペインで なんかやってるか知らねえけどよ、まあ、そんなんだからな、まあ、池田エライザーな、インスタグラムでフォローして、でフォロー返ってこなくて、ね、お前、ね、みじめに配送して、してさ、ね、フォロー外しちゃって、そんなんだから返ってこないんだよ。油断してくれ、レアルクビになって、バルサもクビになって、レアルもクビになって、そっちまでええぞ、100年早いよ。はい、次行こう。次は、匠と中ね、リバプール対決だね。いきまーす。リバースクビなんだよ。ざっこいで、ざっこいね。なんか俺の憧れちゃったのか知らないけど、なんかどこどこリバプールやってきてさ、ね、惨めにさ、クビになって今モナコ、モナカで送っとけ。チョコバーカジャンボでは色つくんだよ。リバプールの名前怪我すんじゃねえ。出だしこいよ、ザコが。いやぬるいぬるいぬるいわぬるいわ。じゃあ次は中山 VS 堂安、いきます。何がお前はどうなんだよ、何がビザタッチだよ、6人ボールタッチはできてええじゃないか、雑魚が。油断してこい、雑魚いね。ちょっとこれダメだわ、ダメだわこのチーム。もう無理だね、解散した方がいいよ。本当腹立つからさ、イラつくんだよ上らいてると。抜いてみる、一回くらい抜いてみるよ、この鉄壁のディフェンダーよ、川崎のハンダイク、ザコがや、舐めてんじゃねえぞ、イラつくんだよ。じゃあ最後ね、アイエスとハルジ、いきます。もう球際激しくね、インテリ体ガチぶつけて、じゃあいきます。やってみれ。
あ、これ頂上決戦だ、決勝戦これね、うん、三笘と春次、ね、中山春次、これ勝った方がね文句なしよね、1位だね。よし、じゃあ行きます。何練習で熱くなっちゃってる、何こんなさ練習でさ、え、黙って取られるときはいいんだよ。ディフェンダーのモチベーション下げんじゃねえや、ダメんじゃねえぞ。お前みたいなチームワークのチームの輪を乱すやついるから、ま、弱えんだよ。何がアクエリアス、自分のシールだもんだけ、何がアクエリアス。いや、着くわ、帰るわ。いや、ちょっともう我慢できないんだよ。だからこの高い代表だからだよな、火が多すぎる。ああ、知ったことじゃないっす。どうでもいいんで、ワールドカップなんてどうでもいいんでね、どうせ負けるし、ドイツとスペイン勝てるわけないじゃん。何熱くなっちゃってる、マジで。きっしょ、何熱くなっちゃってるの、彼の無駄遣いだよ。な、 NHK だかなんだかで放送するって、まあ、誰の金でお前よ、なあ、クソみたいな試合な垂れ流せると思ってるんだよ。国民の皆さん悩まれ、興味ねえんだよサッカーなんて、ほとんどやつだよ。